高木大輔議員。議席7番高木大輔です。議席7番高木大輔です。皆さんおはようございます。それでは通告に従いまして質問させていただきます。まずカラーユニバーサルデザインについてお伺いいたします。この質問は市長が政策の柱に掲げる暮らしやすい生活環境の整備に関わる質問でもございます。高齢者社会に向けてできるだけ多くの人が利用可能であるようなデザインにするユニバーサルデザインという言葉が日常生活や議会、そして議会の質問答弁でもよく耳にいたします。佐倉市でもユニバーサルデザインの取り組みを推進する中で色に関する取り組み、色使いに配慮したデザイン、カラーユニバーサルデザインについてこの質問で議論を行っていきたいと思います。一般的に色の見え方と異なる色の見え方をしている人を色弱者と呼びます。例えばこの議場配布資料、このカラーユニバーサルデザインのこの資料でございますが、見えにくい色の例、この下の方のリモコン、テレビのリモコンの下というところにちょっとちっちゃいですあるんですけども、まあ、ここでも、お示ししているんですが、白と黄色、赤と緑、赤と黒が同じように見える色弱者の方は日本では男性が20人に1人、女性は500人に1人。例えば学校に例えますと40人の学級には必ず1人いると言われております。その他、老化による白内障、緑内障の方を含め色の感じ方は一般の方と異なる方は国内全体で約500万人以上いると言われております。このことから多くの方が色の見え方とは違った見え方をしているという認識を持たなければなりません。印刷など技術が進み、さまざまな色で、デザインされている世の中です。色弱者の方にとっては情報が的確に得られない社会になっています。今まで多数派の色合いに調整されていた世の中を少数派の見え方の多少見えにくい方たちにもきちんとした情報を読み取れる色合いの配慮が必要だと思います。現在ユニバーサルデザインのガイドラインの中に色弱者の方を配慮する色のガイドラインを策定している自治体はいくつかありますが、実際にガイドラインに沿って機能的に運用されているかどうかということは疑問符がつくように思われます。今回、この一般質問に際しカラーユニバーサルデザインの取り組みで先進的に取り組んでいる足立区に訪問し、担当課からヒアリングさせていただきました。その経緯につきましては議場配布資料の足立区の取り組みにお示ししましたとおり、平成18年にユニバーサルデザインを配慮した印刷物のガイドを作成し、その取り組みの中で平成21年に色に限ったカラーユニバーサルデザインの策定をした経緯がございます。佐倉市でも各課においてバリアフリーやユニバーサルデザインといった取り組みに取り組んでいることは理解していますが、今回は福祉部、都市計画においての質問をさせていただきます。それでは福祉のまちづくりについて、現状ユニバーサルデザインの取り組みについてどのように考えているのかお聞かせください。以上の質問は自席にて行います。副支部長。
高木議員のご質問にお答えいたします。公共施設等の整備にあたっては高齢者や障害者を含む全ての方が使いやすいように配慮するユニバーサルデザインの考え方が重要であると考えております。佐倉市におきましては佐倉市障害者計画などの行政計画や関係法令等に基づきユニバーサルデザインに配慮した公共施設の整備等が進められております。すべての方が自立した個人として安心して参画できる地域社会を目指しまして、今後も視覚や聴覚等に障害のある方にも理解しやすく必要な情報が効果的に伝わるようにユニバーサルデザインに基づいたまちづくりを関係部局と連携し進めてまいります。以上でございます。高木議員、今答弁の中にもやはり色に配慮したような話はあったんですけども、それでは今質問させてもらってます具体的にカラーユニバーサルデザインについて本市の色の障害の、持った方の対象に現在どのような形で取り組んでいるのか、そのお考えをお伺いいたします。福祉部長。お答えいたします。歩道等に視覚障害者誘導用のブロック、いわゆる点字ブロックを設置する際には、視覚障害の方たちが認識しやすいように、色の組み合わせに配慮をしております。例えば、点字ブロックの色は黄色が基本とされておりますが、黄色に近い明るさの歩道等に設置する場合には、周りとの対比がしづらくなることから、黄色以外のブロックを設置することなども設置することとなっております。今後も公共施設の整備等にあたっては色の使い方などに配慮するよう取り組んでまいります。以上でございます。高木議員。はい、今の黄色という、表現があったんですけども、大変ちょっと恐縮であれなんですけど、この、テレビのリモコンの下に、見分けやすい色の例という形で、右側になるんですけども、黄色だと合うのは、青そして黒と言われていますけれども、実際こういったようにですね、我々が見えるからいいだろうということもいいんですけども、やはりこういった今色に対する考え方ってかなり深まってきてますので、実際こういったですね具体的な今いろんなところで研究されてますので、こういったように黄色に合うんでしたら、例えば、先ほど言いましたように青色そして黄色は黒という形でですね、ぜひこの辺も考慮してまた色の使い方については検討していただきたいと思います。それではですね、次は都市計画についてお伺いいたします。現状の都市計画におけるユニバーサルデザインの考え方についてお伺いいたします。都市部長。お答えいたします。すべての人が安全で安心して暮らせるユニバーサルデザインの視点は、まちづくりを推進していく上でも非常に重要であると認識しております。都市計画に関する基本的な方針を定めました佐倉市都市マスタープランでは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関す促進に関する法律、通称バリアフリー新法に基づき、市内各駅周辺地区をバリアフリーの重点地区として位置づけ、歩道の段差解消などに努めてまいりました。今後とも誰もが暮らしやすい社会づくりを目指し、道路や公園などの都市施設のバリアフリー化を推進するともに、ユニバーサルデザインの視点を生かしながら、関係部局とも連携し、都市環境の整備に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。高木議員。議長。はい、それではちょっと福祉部と同じ質問だとしまうんですけれども、その都市部における、カラーユニバーサルデザインの考え方についてお伺いいたします。都市部長。お答えいたします。カラーユニバーサルデザインにつきましては、色の使い方などさまざまな利用者に配慮したデザインとすることにより、すべての人にとって優しい社会づくりを目指すものであると認識しております。市街地には
案内板などさまざまな情報が提供されておりますが、地域の景観に配慮するとともに必要な情報を分かりやすく伝えることが必要であると考えております。今後は一つの取り組みといたしまして、市内各駅を中心に設置した歩行者用の案内板につきまして、カラーユニバーサルデザインの視点からより分かりやすいものとなるよう検討を進めてまいりたいと考えております。以上となります。高木議員。はい、ぜひですね、このカラーユニバーサルデザインの、考え方を持った形ですね、せっかくユニバーサルデザインに取り組んであるんでしたら、やはりその上で色っていうのはやはり、まあ私もそんな気づかなかったんですけども、やっぱ言われてみるとやはり同じ色を見ててやっぱ違う色に見えるっていう方もいますので、ぜひですねその辺しっかりと部署横断的に取り組んでいただきたいと思います。で続きまして、やはり、まあ市だけが推進しても仕方がないので、市内の民間企業やまた関係団体などの連携についてお伺いいたします。前回 の2月議会に、公明党さんの代表質問にも質問であったんですけども、読みにくい市の印刷物についての質問があり、その、回答ではですね、ユニバーサルデザインの観点から十分配慮して、これから取り組んでいくという答弁がございました。本市の各、申請書書類やサインボード、広報、ホームページ等、色の、色弱者の方でも、見やすいカラーユニバーサルデザインの観点で、書類を、再度見直していただき、職員研修など取り組み、そして市内の、民間企業各種団体と連携 していくことを、ご提案しますが、お考えを お聞かせください。福祉部長。お答えいたします。現在、色彩は日常のさまざまな場面で必要な情報を伝える手段として重要な役割を果たしております。反面、色により情報を伝えることで色覚障害者の方にとりましては必要な情報が分かりにくく安全の確保が困難になるといったことも起こってまいります。従いまして、カラーユニバーサルデザインの考え方に基づくどなたにも分かりやすい色の組み合わせへの配慮は重要なことであると考えているところでございます。まずは市の事業における配布物等におきまして、色を識別しにくい方にも情報が正確に伝わるように関係部局に協力を依頼してまいります。また合わせまして機会を捉えて市民の皆様への周知にも努めてまいりたいと考えております。以上でございます。高木議員。はい、一番盲点というか私も驚いたんですけども、議場配布資料で、ご自宅のテレビのリモコンなんか見てもらうと分かるんですけども、色がついてて、例えば青とか赤とか緑、黄色ってこう出てるんですけども、私もなんでこんなとこに色の説明があるのかなって以前ちょっと不思議に思ってたんですけども、これもカラーユニバーサルデザインの取り組みです。例えば住民票の届けとか色がついてると思うんですけども、あそこに例えば実際水色に見えてても白に見えてる方もいるんです。なのでそういったですね、今後使いやすい、市の、印刷物という形でですね、そういった配慮なんかもあるとより住みやすい町になると思いますので、ぜひその辺のですね配慮の方も色をもう表示するということもですね、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。また印刷物にこう網目をつけたりですとか、下にアンダーラインを引くことでもやはり変わってきますので、その辺もぜひ研究していただきたいと思います。で、議会に際して訪問した、足立区ではですね、やはり初めは、5人から始まった、勉強会が現在はもう横断的にですね、各課がそれぞれの、部署でですね、カラーユニバーサルデザインを、理解して、それで、さまざまな行政の、サービスに取り入れています。で今後、佐倉市も今本庁舎やそして志津公民館、そして今回産業振興部からは予算請求されています京成桜駅南口の、観光の案内板など、今後そういった、看板なんかを作る機会がありますので、ぜひですねカラーユニバーサルデザインの考え方を持ってしっかり取り組んでいただきたいと思います。また、色の使い方の大きさ、そして、多言語対応
音声誘導装置など複数の装置などにもユニバーサルデザインという観点がありますので、その辺の整備も、検討して いただきたいと思います。でまた、教育現場においてなんですけども、これちょっと教育委員長のちょっとお話ししたいんですけども、あの平成15年度に、資格検査が、検査要項から外されて2位となりました。それで、視覚障害を、あるということが子どもたちや保護者が、理解できないケースが増えております。そういったことでもですね、ぜひ教育現場で色彩に配慮した、対応をですねお願いしたいと思います。でまたですね、カラーユニバーサルデザインの取り組みっていうのはですね、千葉県には実はガイドラインがなくて、他の東京都、神奈川、そして、埼玉にはあります。そういった中で千葉県のカラーユニバーサルデザインって何か取り組みがないのかなってこう調べたところ、まあ、柏市とで実際の佐倉市もですね、子どもたちの教科書はカラーユニバーサルデザインに配慮した、検討ですね、印旛地区として取り組んでいるということが分かりましたので、まあ、そういった部分では、まあ、佐倉市はもともと今千葉県ではカラーユニバーサルデザインを、まあ、教育現場では取り組んでいるという形でですね、理解できましたので、引き続き、暮らしやすい、そして、生活環境の整備の、整った、街づくりに向けて、ぜひカラーユニバーサルデザインの取り組みを、要望して次の質問に行きたいと思います。